記憶を取り戻した美奈子が康介の手によって監禁されてしまった。ニューヨークへの出発を控えながら激しく揺れる心を抑えきれないエリコだが、後ろ髪引かれる思いで向かった成田空港で出発直前無事救い出された美奈子と再会することができた。運命の翼はエリコとレイ、そして新たなる野望を胸にした康介を乗せて飛び立った。天狼に響くカンタータ。アライバルインフォメーション。ジャパン207、1430。はい、社長。ママにいい知らせを持って帰れるように。私頑張ります。はい、はい、じゃあ。よかったね、エリコちゃん。お母さんの記憶が戻って。ありがとう、伊集院さん。あとはとにかく、思いっきりやるだけだよ。はい。おかしいな。番号を間違えたかな。レイがエリコに負けるとは思えんが、打てる手だけは打っておかんとな。ハワードプロダクション168の、どうなってるんだこの電話は。何度やってもかかりゃしないじゃないか。最終オーディションは明日の2時セントラルシアターで行うとミスター・ハワードからの伝言です。今日はホテルでゆっくり休んでください。それでオーディションの内容に関しては、それは明日シアターで直接ミスター・ハワードから指示があるはずです。明日のお楽しみってわけか。ダンス、そして無人島のサバイバル、今度は一体。レイさん、余裕だな。よし、私も頑張らなくちゃ。今日、レイ、ハワードに会うのはホテルを確保してからだ。レイが泊まるホテルは、これだ、これだ。レイ、セントレジスシュラトンホテルだ。パドン、セントレジスシュラトン、セントレジスシュラトンホテルだって言ってるのが分かるのかい。おお、おお、アイシー、セントレジスシュラトンホテル、オッケー。そう、バカにしやがって。
僕だ、レイちゃん。スクナリ、どうしたんだい？その格好。飛行機に乗りっぱなしで体がこわばっちゃってさ、ちょっとほぐしとかないとね。あんまり無理するなよ。いつもならもう寝てる時間だ。明日に備えて今日はゆっくり。分かってる。心配しなくても明日はビシッと決めてみせるさ。はい。やった、かかった。旅行コウスケ、よかった。いたか。何よ、今何時だと思ってるの？今ニューヨークにいるんだがな、すぐこっちに来てくれないか。ニューヨークへ？お前の力が必要なんだよ。今度のオーディションは何としてもレイに勝たせたいんだ。レイに？ハワードを買収しようにも俺の英語力じゃ全くらちがあかん。その点リョーコ、お前ならバッチリだ。相変わらず単純ね。あんたと違って世の中お金で動くやつばかりじゃないのよ。山ほど金を積まれりゃ誰だって嫌って言えるもんかい。バカな人。霊が勝つためだったら何だってやってやるさ。何としてでも俺の霊を勝たせてみせるんだ。俺の霊？霊がエリコに勝てば俺は初めてユウスケを超えられるんだ。だから涼子、頼む。今度だけは手を貸してくれ。コウスケ、俺はセントレジスシュラトンホテルにいる。霊のためだ。来てくれるな、涼子。待ってるぞ。もしもし、もしもし。今さらどうしたっていうのよ。よ、ブロードウェイ期待のお二人さん。ショーゴさん。ショーゴ。ヘロー。どうしてショーゴさんがここに？お前らに刺激されてな。燃える青春したくて飛んできちまったの。でもお仕事は？もうじきこっちでレコーディングがあっから、そのウォーミングアップ兼ねちゃったわけ。お前らの方はいよいよだな。え？二人とも熱いの期待してっからな。なんつって俺はその間にニューヨークギャルとよろしくやらせてもらっちゃったりして。そんなこと言いに来たのかい？お、とんがってんじゃん、レイ。こっちはこれから真剣勝負なんだよ。余計なチャチャなら入れるんじゃないよ。おお、怖っ。あの車を追ってくれ。わ？え、しまった。英語でなんて言うんだ。ザット車じゃない。か。あれ。What？ うわ。くそ。もっと。うぬり。こんなことでへこたれる高速様じゃないぞ。あれがオーディション会場、セントラルシアターです。
okay. Next lesson is tomorrow morning. Welcome to New York, Eliko and Ray. 今のダンサーたちは。ラクルーツでエリコかレイ、どちらかの後ろで踊るただのコーラスです。コーラス？あれが、あんなにダンスがうまいのに。技術は鍛えれば向上します。しかしハートを打つきらめきがなくては舞台の上では使い物にはなりません。ハートを打つきらめき。レイとエリコにはそれがあると私は見ています。これからの最終オーディションでそれを見せてもらいたいのです。さあ始めましょう。あのこの台本1ページしかないんですけど。それでいいのです。え、その台本の後はエリコとレイ、君たちが自分で作りなさい。私たちが？君たちの全てを残りのページに叩き込んでほしいのです。私たちの全てを。ヘイタクシー、おいタクシー。とにかく彼と別れてください。もう二度と会わないって約束してください。お嬢様が騙されてるのも知らないで。私とあいつがどういう関係か聞きたくないのかい？私は彼の心を、私への彼の心を信じます。台本はここまでしかない。だからお嬢様だって言うんだよ。人を信じていれば必ず報われるなんて本気で思ってるのかい？レイさん、人間なんてもんはそんなに甘くも温かくもできちゃいない。そんなこと所詮みんな身勝手で自分のことしか考えてない。それが人間ってもんだよ。みんな裏切り者なのさ。そんなことない。え、だってみんな温かい、綺麗な心を持っているはずだわ。いや、やっと突き止めたし。こんなことで諦めるような俺じゃないぜ。あんたは人間の綺麗な部分しか見てないのさ。そんなことありません。そんなことない。愛情いっぱいに育てられたお嬢様のあんたにはわからないことが世の中いっぱいあるんだよ。人間は生まれた時から一人なんだ。頼れるのは自分だけ。人を信じたりするやつがバカなのさ。レイさん、そんなことない。新しい暮らしにはもうきっとあなた慣れた頃でしょう。目指した明日へ続く道、願い通り。やめな！あんたみたいな甘ちゃんの歌なんか聞きたくもない！Thank you.
田村雄介だ。やめなよ、エリコ。やめなよ。私の居場所が分かったのか、レイ。まだ残ってるようだな。オーケースタート。レイ、エリコ、今日はこれまでだ。明日のオーディションは2時から。レイ、エリコ、ではまた明日。負けないよ、エリコ。あんたにだけは。レイ、待ってろよ。この俺が必ず、必ずお前を主役にしてやる。一つの星を目指す、エリコとレイ。だが、この巨大都市ニューヨークで、運命が今までとは違ううごめきを始めているのを。二人は知る由もなかった。戦いの空を切り裂いて、乾いた銃声が響き渡る。本当の愛を掴みたい。あいつの声。